本日はこちらの夏らしいデザインを100円ショップのアイテムで作ってみたいと思います。それではどうぞ。本日使うカラーはこちらです。セリアジェルのマスタードとスカーレットとホワイトです。それではこちらのパレットにお色を混ぜてオレンジ色を作っていきます。ではマスタードとシークレットを混ぜます。はい、ではこちらを混ぜていきます。こちらの混ぜたオレンジ色を使っていきます。はい、ではまずはじめにこちら親指と小指のハートを作っていきたいと思います。はい、では先ほど使ったオレンジ色を半分塗ります。はい、ではもう半分をこちらのマスタードの色を塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらの100円ショップで売られているシェルを使っていきます。ではベースを塗っていきます。ではシェルをのせていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。ではベース&トップコートを塗ります。ライトに入れます。はい、こちらで親指と小指のデザインの完成です。次に人差し指と薬指のデザインを作ります。はい、それでは塗っていきます。まずはじめにマスタードでフレンチっぽく塗っていきます。
半分ぐらいまで塗ります。ではこの下に先ほど作ったオレンジのカラーを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。ライトに入れます。はい、では次にホワイトとベース&トップコートを2対1の割合で混ぜていきます。まあ、こちらが1でベース&トップコートを2の割合で混ぜていきます。はい、ではこちらの混ぜた色をこの上にのせていきます。はい、はい、では次にベース&トップコートを使いやすいようにパレットの上に出します。このベース&トップコートをこういった細い筆を使ってこの上にのせていきます。ではのせていきます。のせるとこういう感じに浮き上がります。ではこちらをポンポンのせていきます。バランスは見ながら乗せていきます。はい、ではこんな感じで一旦ライトに入れます。はい、こちらでラグーンネイルの完成です。ではこちらの上にセリアから売られているこちらの夏らしいパーツをつけていきたいと思います。こちらの中にはこの3種類のパーツが入ってます。ではこちらベース&トップコートを塗ってのせていきます。ではこの人手と貝をのせていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、ではこちらをベース&トップコートを塗って仕上げていきます。はい、ライトに入れます。は
い、こちらで人差し指と薬指のラグーンネイルの完成です。それでは中指のデザインを作っていきます。はい、ではまずはじめにマスタードを塗っていきます。では上から半分ぐらいのところまで塗ります。では先ほど作ったこちらのオレンジのカラーを半分塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。少し境目を叩きながらぼかしていきます。はい、ではライトに入れます。はい、それでは次に絵を描いていきたいと思います。ではホワイトをパレットの上に出して使います。では描いていきます。筆は先ほど使った先端が細めの筆を使って描いていきたいと思います。はい、こんな感じでライトに入れていきます。はい、ではこちらをベース&トップコートで仕上げていきます。はい、ではライトに入れます。はい、こちらで中指のヤシの木のアートの完成です。はい、こちらで100円ショップのアイテムで作る夏デザインの完成です。とっても簡単にできるので皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。